つ森。鬼は外、福は内、そしてピエンは落とし穴。落とし穴ガールがメガホンを使ってチャチャ丸を呼び込んでいます。もはや足取りに全く迷いがありません。まっすぐな動線でそのまま落とし穴に入っていきました。これが伝統芸能匠の技。這い上がってフンフンがプンプンするハッピーセット、しっかりと決めてみせました。そしてファンサービスのもう一発、メガホン越しの黄色い声援にしっかりと応えていきました。落ちとる落ちとる大草原、説明のいらない尊いをしっかりと発揮してみせました。カーニバルなステージで踊るみすず、最先端の流行を取り入れることでいいねの数を稼ぎに来ています。承認欲求を満たし続ける、これがお嬢様の生きがいです。そして流行の歌をいち早くカバーしているのがピエンの執事チャチャ丸です。うっせぇわをいち早くカバーする YouTuber ばりのアンテナの高さを見せています。港区在住のインスタ女子とはまた違ったアプローチ。バズるのは筋肉羊か、はたまた港区女子か。人気住民同士の静かで熾烈な争いが始まりました。熱盛。瞳の輝きを失いました闇落ち塔も殺しメイちゃんです。節分の鬼に絡まれているという状況ですが、全く動じません。一切の感情を失っています。3匹で囲うような形で少女を脅かそうと鬼も必死ですが、鬼よりもずっと怖いものを知っています。そこに現れたのが普通の女の子。異様な光景を目撃してしまいました。明らかに鬼の方が疲弊しています。これが新しい節分の形なのか。豆を使わずその立ち振る舞いのみで鬼を追い払ってみせました。エイブルシスターズ、これは試着の様子です。なぜ全身タイツでドヤ顔ができるのか、そのメンタルを知りたいところですが、鬼の面をかぶって隠していきました。今日は節分です。すべてのアイテム合わせて2720ベル、しっかりと払っていきました。そしてそのままの格好で出てきました。明らかに様子がおかしい。しかし素晴らしいビジネストークです。熱盛。真冬の2月、極寒の海で気を失ってしまったのか、ジョニーが打ち上げられています。メガホンを使って大きな声で呼びかけていきますが、全く反応がありません。声を枯らす女の子、しかし返答は波の音のみです。想定していた最悪の事態、つまりそういうことです。女の子何かを察しました。まずは一例、偶然近くには木魚が置いてあります。成仏完了です。見なかったことにします。久々にこういうのがやってきました。いわゆる狂気の人です。生け捕りにしたタランチュラが山のようになっています。大量の毒虫を眺めながらコーヒーカップで遊ぶサイコパスエリアが完成しています。そこに現れたのはポンチョ。非日常の新しい刺激を求めようというところでしょうか。コーヒーカップ回していきました。人が人なら住民も住民、しかしそこを女の子が止めていきます。さらに上を行くじらしプレイ、そしてポンチョが去っていきます。ハイレベルすぎてついていけません。二頭身のもちもちボディが怒り狂っています。この中で明らかに毒を吐きそうなのは港区女子ですが、一体何かあったのか。ただアップルの方を睨んでいるようにも見えてきます。入れ替わるような格好で二頭身の明太子ボディが定位置へと戻っていきました。おもむろに始まる屈伸運動、雪見が全く相手にされていません。怒りのやり場がないという状況。冬の無人島案内所前、もちもちという足音を立てながらゆっくりと画面外へとフェードアウトしていきました。ねえ、今どんな気持ち？ねえどんな気持ち？ねえどんな気持ち？ねえどんな気持ち？またしても上流階級のデートを邪魔していきました。本当に根に持つタイプです。